はい、えっと、俺も大好き、ソリュンちゃんがいる、K、K-POP アイドル、M、エンミックスが、竹島の歌、韓国では有名な、まあ、要は、独島のを主張する歌ですね。を歌う歌した歌を、ノリノリで、音楽番組で歌った件についてなんですけれども、これについて思ったのは、エンミックスは最低ですね。っていうのも、 MX って JYP っていう会社にいて JYP がどういう会社かっていうとトゥワイスだったり要は二 i ですよね日本人が多くいる会社なんですよ JYP っていうのはその会社に所属していながらこういう歌を歌ってしまったっていうのは配慮がないですよねでこういうこと言うと運営が悪いとか事務所が悪いとかそっちのせいにする人がいっぱいいるんですけど本人たちもいい大人なんだか気づけるはずなんですよね うん、この歌は歌うのはよくないんじゃないとか提案もできるはずなんですよ。んか本人たちに責任が全くないとか言ってる人いますけどそんなことはないんですよで。先輩たちも日本人がいるわけですよ。TWICE とか、ね。後輩で後輩か先輩か分かんないけど20とかもいて仲良くしてるはずなのになんでこういう歌歌っちゃうのかなっていうふうにがっかりしましたね。 ちょっとこの件については全く擁護できないですそもそもはっきり言いますけど竹島は日本のものですよドクトじゃないですからそこ勘違いしないでくださいただソリュンちゃんは正直めちゃくちゃ可愛いいし歌う時乗り気じゃなかった気がするので許します他のメンバーはアイドルやめてください